バトルフィールド1942バトルフィールド1942シークレットウェポンバトルフィールド1942シークレットウェポンはエレクトロニックアーツ社から2003年8月28日に発売された BF1942 の第2弾拡張パック第二次世界大戦中に計画試作はされたが実戦投入されなかった数々の兵器が追加される拡張パック 無償体験版として、オランダのヘレンドオンマップが用意されている。主に、ドイツ軍精鋭部隊と、イギリス軍特殊部隊の戦いを題材とするが、従来のドイツ国防軍やイギリス軍、アメリカ軍も登場する。クベリー飛行場1943年8月、プラハ近郊に位置するドイツ軍の飛行場、近隣住民の間では秘密裏に UFO のような試作航空機の試験が行われていると、 噂される。だが、ドイツ軍は厳重な情報統制を敷いており、実際に目撃した者はいないという。この噂の真相を確かめ、真実であれば、試作航空機を破壊するために、イギリス軍特殊部隊が送り込まれる。テレマーク研究施設1943年11月、ノルウェー流館にあるドイツ軍の研究施設で、原子爆弾の主原料である重水の製造を行っている。 ノルウェーのレジュスタンスがサボタージュを試みているものの効果は上がっていないイギリス軍特殊部隊の目的は研究施設に侵入し重水の生産を阻止するべく発電機を破壊することであるミモイ X1944 年6月フランスの小さな町だが近郊の山腹に設置された V3 ムカデ法がすでにロンドンに精進を合わせているイギリス軍特殊部隊の目的は V3 が使用される前に発射基地を爆破することである。ゴシックライン1944年9月イタリア北アペニン山脈のフータ峠を中心に敷かれたドイツ軍の防衛線である。アメリカ軍はイタリア本土へ進行するためゴシックラインの突破を図るヘレンドーン1945年3月オランダヘレンドーンの山中にあるドイツ軍の V2 ロケット発射基地である。 当初は、アントワープ攻撃の任務が与えられていたが、連合国軍のライン側突破を阻止するべくレマーゲン撤去へと精進を移す。イギリス軍特殊部隊は、レマーゲン撤去の破壊を阻止するべく、4機のミサイルすべてを破壊しなければならない。S 戦1945年3月 S 戦にある、クルップ財閥の兵器工場はかねてより、連合国軍の激しい爆撃にさらされてきたが、 大量の対空兵器で防衛されており、いまだにドイツ軍への兵器製造を続けている。この兵器工場を破壊するべく、イギリス軍特殊部隊の空挺降下が始まる。イーグルネスト1945年4月、オーストリアザルツブルク近郊に位置する山荘。ヒトラー総統が50歳の誕生日に贈られたもので、付近にはゲーリング元帥の邸宅もある。ヒトラーと、 軍交換が避難していると噂されており、アメリカ軍は調査及び占領を目的に、イーグルネストへと向かう。ペーネミューンで1945年5月ドイツの降伏後、戦利品をめぐり連合国内での対立が激化しつつ、ある。ドイツのペーネミューンで陸軍兵器実験場には、V2 の研究施設があり、V2 に関する大量の機密情報が保管されている。アメリカ軍は、 ソ連軍に先んじたものの、施設内に残っていたドイツ軍部隊が最後の抵抗を試みる。アゲーラの戦いパッチにボーナスマップとして付属。また、一部のマップでは、ジェットパックを備えたキットが配置されている。追加される武器は、太字表記。ゲーム内では、単に、ショットガンと表記。ありがとうございます。